1ヶ月で攻略、大学、留学共通テスト、英語、リスニング、リーディング、改訂版ですね。読みやすくなったことなんです。模試も全部新しくしたんです。まあ、ここから僕ら多分まあシリーズ化していろいろ出して、池谷さんの講師ってまだまだすぎるんで。で始まりました、マチューシャンです。さあ今回ですね、はい、著者の皆様にやってきてもらいました1ヶ月で攻略、大学留学共通テスト、英語、リスニング、リーディング改訂版ですね、はい、出ましたんで、はい、来ていただきました。はい、じゃあリーディングの斉藤先生とリスニングの岡崎先生でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、いよいよ出ましたね、今日発売日ですから。はい、そうですね、発売日の今日取って今日あげるというふうに言ってますけど、もう頑張ってあげなきゃいけない。いや、間違ってね、岡崎先生から連絡来てて、俺8月のね20日だと思ったら9月の20日だったっていうね。俺8月20日を待ってたんだもん。そう、確かそうそう、こうやってあれ来ないって。9月の20日だったのかなんですが、はい、出ましたんで、はい、ちょっと聞いていきたいと思うんですよ。どう変わったのかとかね。今アマゾンでね、もう1位ですから。そうですね、おかげさまで大変好評をいただいておりますが、前回の方を当然踏襲した形で、新しく推測問題があったりとか、なんかバランスが変わったりしてるところを微調整して最新の問題で解説をしているという形になりますね。はい、そうですね、思考調査が前は、そう、あ、ちょっとねだいぶ変わりますかね。はい、うん、思考調査全部取っ払っておりますので、はいはい、全部共通テストの問題でどのように使えばいいのかっていうのが書かれておりますので、あのスパート模試の方に、はい、2022年の方入ってたんで再掲みたいな形になってるんですけど、はい、回数ガラッと変えてます。変えてるっていうのもですね、あの視線の方っていうのを中心に今回、はい、2022年の方では解説してるんですけど、前回は複数の方を合わせた形での解説だったんで、はい、そこはですね回数がだいぶ違うと思います。おー、はい、なるほど、なんかより詳しいですね。なるほど、スパート模試って分かってるでしょうね、これの前提があるっていう感じでやったんで、そこをゼロからの人にも分かりやすくっていう感じで再建してる感じですね。再建だけに、再建だけに、再建はい、でももうね本当に、はい、お、斉藤先生の執筆レベルも上がってるっていうのがもう、はい、分かるのが分かりやすいですね。え、これ分厚さも変わってます？めっちゃ厚いました ね。もうなんか前はこうページ数押さえるためにとか言って相当参加したんですけど、今回は何も言わなかったですね。売れたんで、そう、売れたんで、前回売れたんで、ガンガン行きましょうという。はい、長くなりました。一回言われなかったんですからね。そうそう、だいぶ長くなったんで。あとはまあリスニング、リーディングともにですね、和訳に該当箇所の付箋つきました、ね。長くなったのはそれもありますね、はい。読みやすくなったと思います。ここに書いてあるっていうのをまんま英文をちゃんと載せて返すという、この先生の提案なんですけど。そう、それで取り入れて。まあ前回も本当はやろうとしたんですけどね。僕のやつ、そうそう、通じなかったんで、どういう風に直せばいいんだろうって編集者になってたんですけど、まあまあまあなんとか、うん、今回はそう改訂するときは入れましょうっていう話だったんで、だから見やすくなってますね。うん、本当全然、ね、見やすさが違います。端末リストがちょっと増えてます。厳密に言う共通テストならではの表現リスト、はいはいはい、グラフでよく出るやつと広告で出るやつとかっていうのをちゃんと改めてしっかり載せてるっていうのが前回との大きな違いですかね。うん、リスニングの方はどうなんですか？リスニングの方もデイ1、デイ2っていうのがあって、はい、どう聞き取るか、そもそも音を聞き取るためにはどうすればいいかっていう、こう講義が入ってるんですけど、そこの問題も全部新しくして、で、もともとセンター試験の音声も使ってたんですよ。はいはい、ありましたね。で、あれを全部取っ払って新しくしてっていう感じですね。で、あと音声のポイントが結構こう見どころかなと思うんですけど、あそこもこう記号を利用してより見やすくしました。そうなんです、はい、これ音声解説がですね結構詳しいんで、ここの部分はこういう音になりますとかっていうんですね。熱くなりましたね、こいつも。熱くなりましたね、こいつもだいぶ分厚くなりましたね。、はい、届いた時びっくりしましたね。あのゲラだとこうだったじゃないですか、はい、こうだったんで、まあ、気づかなかったですけど、これになってたらバンと分厚くなった、うん、そうですね。他なんか変えたとこあります？模試も全部新しくしたんですよね。模試がね、リーディングもリスニングもなんですけど、でちょっと解き応えがある形になってるかなと、はい、で模試の作成者の先生も変わったんですよね、うんうんうん、有名なロスさん、そうです、ロスタロックですね、うんうん、はい、で、まあ、いろいろね、そのやり取り自体を見てたんで、メールでこのアイディアどうですか、うんうん、これでいきましょう、ここでみたいなのはですね、そうですね、はい、模試最初来た時ちょっと旧バージョンの感じで来てたの で、はいはい、でね、結構そこを付け替えてもらってですね、できるだけ神経式に合うような形で模試を作成しましたんで、だいぶパワーアップしてるかなと、うんうん、本当にぜひ騙されたと思って実際成績上がってるっていう声聞きますもんね、うん、めっちゃ聞くんで嬉しいです。
ただ一つリーディングに関してなんですけど、はい、やっぱり基礎力がないのにこれだけに頼るっていうのは良くないなっていう、これ前書きにも書いてるしよく言うんですけども、単語文法っていうのはやっぱ基礎大事なんで、うん、そこをおろそかにしないようにっていう、うん、なんか、ね、安易にこの1ヶ月に飛びつかないでほしいなっていうのはありますからね、うん、何もできてない状況で1ヶ月やってもらうっていうのはありますからね、うん、ついでに挟んでおきますからね、そういう文法大事だっつってたから、あ文法出た出た、はい、動画でわかる英文法読解入門編がもう一応発売されてまして、英文解釈の最初の本におすすめですね、うん、でまあ単語文法の基礎を作ってでこうどうすれば英語が読めるようになるかで SV の取り方とか品詞のつかみ方とかそういった話をこの中でしています。で薄くてすぐ終わるので、うん、ぜひね最初にやってみてほしいですね、はい、そうですね、うん、このシリーズもこういうの書いていくかっていう話だったんですけどまさかの岡崎先生から出ましたっていう連絡が来た時にまあそこはね、うん、著者のお二人には伝えてなかったんでその企画に関してはごめんなさいって感じですけど、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。まあ、今ねもうこの時点でも売れてますから、ね、ベストセラーです、ね、ベストセラーですから、ね、前回どうでした、あんなに売れると思ってました？いや共通テストやっぱり敵が多いというか、はい、いろんな本が出てるんで、うん、その中でどう戦っていけるのかなって不安はあったんですけど、自分はいいものってめっちゃ思ったんで、うん、なんとか広がってほしいとか、うん、そうですね、だから僕質はもう2人とも見てたんで、これはいいものだからなんとか世に出ていかないとな、うんと思って、自分で売る時代なんで今、うん、本当そうですね、武田塾でもすごい使った子たちから、うん、よかったよかったっていう声がいっぱい来たんで、で武田塾がもう取り上げてくれて、うん、そしたらドボンと売れて一気に売り切れですからね、うん、いや多分ですけどこれがね、まあ、こっから僕が多分まあシリーズ化していろいろ出していくとして、大学の受験参考書の質が上がると思ってます、うん、ぶっちゃけ、うんうんうん、だこれトイックが起こったことなんですけど、うん、トイックの本ってまあいわゆる全然形式に合ってないものずらーっとたくさん並んでて、みんな分からずにやってたのがトイック知ってる満点の講師たちがこうバーってたくさん書いていって、で本の質がバーって上がっていったんですね、うんうん、まあだからそれまでの、ね、大学受験長い歴史があるじゃないですか、受験参考書の、うん、あっという間にその競争が激しくなって、数年まあ10年ぐらいでその長い大学受験の参考書の歴史をもうなんか貫いて、一気に質がトイックの方が高くなったんで、だからぶっちゃけトイック本の方が圧倒的にいろんなところで質が高い。なるほど。その要素を入れ込んでるんで、受験参考書今ね皆さんいろんな本をね、いい本だいい本だってやってると思いますけど、やっぱトイック側からするともうまだまだ受験参考書ってまだまだすぎるんでもっと改良しないといけない点がいっぱいある。この4技能側をやってる人間とかそっちをやってきて人間からするとまだまだ受験の英語の参考書ってまだまだです。これから質が一気に上がっていくと思います。いや時代を変える時に来たと思ってますよ。だからまさにトイックもその特急シリーズっていうので、うん、トイックの参考書の歴史変えたんで、はあ、じゃあ同じように変えますかと。よろしくお願いしますどうコメントしていいか僕はあまり分からないけど変えていくんですよ。いい本がたくさん並ぶようになって、もう今でも昔と比べればすごいいい本が多くなりましたよ、うんうん、多くなりましたけど、ただまだまだ改善の余地いっぱいあります、ね、正直だからもうトイックも何冊も何冊も書いてきて、うん、もういろんな本が出て、うん、どうやって差別化するかとか、うん、どうやってより良いものにするかっていうすごい戦いが行われてたんで、うんうんうん、毎週何冊か出てましたからねトイックの本って、うん、その戦いだったんでめちゃくちゃ質が上がったんですよ。トイックの参考書同じようにドーンと一気に質の高いものを出して、なるほどこんなに質が高い分かりやすいデザインがいいものがあるんだっていうのをですね見せつけようっていうですね、うんうん、もうずっと持ってるずっと持ってる出していこうと思うんでそれが目的でございます。なるほど。現時点ではもう本当に最高レベルだと思ってます。この学産業界めちゃめちゃ褒めたいやだから、ね、これをちょっとね広げてって他の分野でもできるんだというのを、うん、ぜひとも見せていこうかなと思いますので、うんうん、黒いわなんだこれいやみんな黒いわ白来てくればかった黒黒まあまあまあね本当に売れてねやっと印税も入ってよかったんじゃないですかニコニコじゃないですかそうそうもう結構赤字あるんでまあまあ助かりましたけどね買わずに疲れましたけど僕ももう予備校を辞めてたのでそうですね本当ギリギリの生活しながら印税が入ったそうそうで来年のこの時期にはもうまた改定のあれ終わってて、そうですね、まあ一応構想はありますね。このプロジェクトをもっとでかくしていくっていうのです、うんうん、他は何かありますか、これ使っていただく方へメッセージ的なもの。
ねえ。ねえ。いや、普通にね、もう全部詰め込んだんで、ここにね、あとはやっていただけたらと思いますんで、はい、よろしくお願いします。はい、ということでした。はい、ここまでおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。